務について知りたいです。毎日の介護ありがとうございます。ケアマネのヨッシーです。認知症や介護に役立つ賞をお届けしておりますので、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。毎週土曜日と日曜日に19時に動画を配信しております。今回はですね、ご家族様からよくある質問、訪問看護、こちらについて難しい言葉をね、なるべく使わず解説していきたいと思います。看護ってついてるので、過去やってきた訪問介護とかそういったのとはちょっと違うのかなってなんとなくイメージはあると思うんですけれども、どんな人が来るのとか、どんなことができるのかとかですね、訪問看護って書いてあるんですけれども、リハビリをできたりといろんなことがありますので、詳しく説明していきたいと思います。ということで、訪問看護とはなんですが、要支援、要介護の方のお家で看護師さんが行う看護と、あとリハビリのね、専門家が行うリハビリサービスが行えますっていうのが訪問看護です。訪問看護のリハビリと訪問リハビリはほとんどね、一緒だと思っていただいて大丈夫です。専門家の方からすると、いや全然違うとかね、値段が違うんだとか、仕組みが違うんだとか、いろいろあると思います。私もケアマネなんでそこは存じております。ですが、ざっくり言っちゃえば同じですので、今回はそちらをね、合わせてご説明させていただければと思います。デイサービスとか訪問介護については、過去動画でご説明しておりますので、こちらも合わせて見ていただけたらなと思います。ということで、お家にね、看護師さんとかリハビリの人が来るよっていうのは分かったと思うんですけれども、じゃあどんなことやってくれるのっていうことが今回知りたいのかなと、皆さん思っていらっしゃると思います。具体的にはですね、限定してます。看護師さん、看護職の人による健康チェックとかですね、体の状態悪くないかなとか、そういったことですね。お薬の管理とか、傷の処置。よくね、高齢者の方、寝たきりの方が褥瘡って言って、寝たきりのまま動かないでいると、大きなね、背中に傷ができちゃったりするんですけれども、まあ、その褥瘡だけじゃないんですけれども、必要な傷の処置とか、あとはね、お亡くなりになってしまう、看取りなんて言ったりもしますけれども、こういった時に苦痛を和らげるということで痛みの緩和っていうのをね、行ってくれたりします。もっとね、もういっぱい訪問看護でできることがあるので、100分の4ぐらいしか説明してないです。詳しくはこんな症状に合わせてこういうことを希望したいなっていうのはケアマネさんとかね、あとはケアマネさんが逆にこの本人さんにはこういうことが必要だから訪問看護入れますよっていうのはね、丁寧にやってくれますので、そこはね、ご安心していただけたらというふうに思います。じゃあもう一つが、リハビリ職によるサービスはどんなことがあるのっていうと、できることをね、増やすリハビリっていうのをご自宅でやってくれます。簡単に言いましたね。リハビリの専門家がご自宅でね、1対1、マンツーマンでできることを増やすリハビリをしてくれるんだって覚えていただけたらいいなと思います。今回はね、訪問看護のリハビリについてご説明していますが、先ほども申し上げた通り、訪問リハビリっていう介護のね、サービスがあるんですけれども、全く一緒だと思っていただいて大丈夫です。注意点が医師からの指示。ね、必要と書かせていただきました。この患者さんにはこういう処置が必要なので訪問看護を入れますっていう指示書って呼ばれるものが、医師の先生と訪問看護のステーションでやり取りする書類なんですけれども、だから皆さんがこう関係する書類ではないんですが、まあ、そういったね、お医者さんからの指示が必要ですよっていうことが、この訪問看護を使う上で注意点になります。例えばですけれども、ケアマネからこの利用者さんに訪問看護必要だなと思ったら、主治医の先生にご相談をして、でその後で訪問看護、逆になったりする場合もあるんですけれども、まあ、いろんな形があります。あとはご本人とかご家族から直接ね、訪問看護の方に依頼があって、お医者さんに相談するっていう場合もあったりします。いろんなケースがありますが、お医者さんからの指示が絶対必要なんだよっていうことが注意点として挙げられます。じゃあ、介護保険で利用できる方ってこちらに書かせていただきました。保険効かないよって感じだったらどなたでもいいんですけれども、介護保険で利用できる方は、要支援1、2と、要介護1から2、3、4、5という方が対象になります。事業対象者ってデイサービスとか訪問介護って使えてたんですけれども、訪問看護に関して事業対象者の方は残念ながら使えないという状況になります。
でね、訪問看護ちょっと特殊で医療保険も使えるんですね。皆さんはもちろん健康保険証も使えます。お医者さんが必要だって判断すれば使うことができますので、介護保険では要支援12、要介護12345なんですけれども、医療保険を使えば赤ちゃんからお年寄りまで使うことができます。もちろん私もお医者さんから訪問看護が必要だって言われれば健康保険証を使って訪問看護を利用することができます。その場合はね、お持ちの健康保険証の負担割合、私だったら3割になるんで1割じゃないっていうこととかね、結構ね訪問看護複雑なんですけれども、介護保険で使えるのは1割の方だったらこういう方ですよって感じです。何回もお伝えしておりますが、介護保険どうやって認定が出るんだとかね、この過去動画見ていただいたり、絶対必要な認定調査ってものがありますので、これをね上手に受ける方法がまとめてありますので、こちらも見ていただけたらというふうに思います。続いて気になる料金ですね。要支援12と要介護でまたお値段は若干違うんですけれども、このデイサービスとかと違って1だから安くて5だから高いっていうふうにはなりません。あのこれもね、違うとかね、こんなアパートにするなとかね、いろいろあると思うんですけれども、看護師さんが来てもリハ職さんが来ても20分間だいたい300円から400円ぐらいで収まるかなっていう料金体系になってます。じゃあ訪問看護ではね、どんな人が働いてるのかというと、もう看護とリハ職の専門家しかいません。看護職だったら看護師さんとか準看護師さんとか保健師さんとか助産師さんとか、まあ、こういった方、看護のお仕事できるよって人しか働いてないですし、先ほどね、リハ職でどんな人って申し上げたんですけれども、理学療法士さんとか作業療法士さんとか言語聴覚士さんとか、このね3つの方しか来れません。看護師さんがリハビリをするってこともできます。はい、ということで、リハビリのお仕事についても専門性が高い、まあね、セラピストなんて呼ばれたりする方場合もありますけど、そういった方たちが来てくれます。じゃあ最後にですね、訪問看護を選ぶポイントということでまとめさせていただきました。どの介護サービスでもまあそうだと思うんですけど、ホームページとかね見ていただいたらというふうに思います。訪問看護でも全部ねいろんなことができるんですけれども、やっぱり得意分野ってそれぞれにあります。なのでホームページ見ていただくとそういうのが分かったり、うちのね一期一会でもこのホームページ今リニューアルさせていただいてるので、もっとね詳しく、情報をね公開していきたいなと思っております。あとはパンフレットって作ってる会社さん、これはね絶対あるんじゃないのかなと思いますので、どんな患者さんの看護が得意だよ、リハが得意だよっていうふうに多分書いてあると思います。あとはね、この来た方に事例とか、そのご本人さんのこういうケースなんだけれども過去ご経験ありますかとかですね、この場合ってどんな風にやられてきたんですかなんて風にお聞きすると、ご家族さんもあ、こういう風にやってくれるんだっていう風により納得感が得やすいと思いますし、こういう風にしたいんですけれども、こういう場合ってどういう風になりますかとかね、要望への対応ということでね、こういうことも聞かれるといいと思います。どうしてもですね、訪問するのでご本人さんとかご家族さんがデイサービスのようにですね、こうお店を見て選ぶっていうことが難しいサービスなので、担当の看護師さんとかに合う合わないもやっぱりあると思いますが、こういうふうに、ね、ご説明をしていただくっていうのが訪問看護を選ぶ際ではとっても重要になると思いますので、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、ということで本日もですね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。動画がねよくわかったよとかね、あ、いや全然よくわからなかったですとかね、いろんなコメント書いていただいて改善していきたいと思っておりますので、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。ということで、私ヨッシーはですね、認知症の改善に全力でね本気で取り組んでいますので、やっぱりねこの訪問看護もね認知症のケアという部分でとっても大切になるので、今回は詳しく説明させていただきました。ということで本日も最後までありがとうございました。